う。財布出せよ。Yeah!
ようやく手に入れたようだな。まあ、9歳の女の子連れて。わかった。おじさん。行こう。行こう。どこに捨てたの？撮影か何か？おい、飛び降り自殺する気じゃないか？おい、秋元！バカな真似するんじゃねえぞ！今、警察呼んだから、そこ動くな！瑞希ちゃん！ごめんね！おい、バカなことするんじゃねえ。
誰だよお前ら。そんなことしても誰も喜ばないよ。邪魔しないでくれ。そこから近づくと飛び降りてやるからだ。何があったか話してみろ。何があったか言ってごらん。悩みってのは一人で抱えるよりも誰かに話した方がいい場合もあるんだぜ。水木ちゃんに貢いでたら借金がとんでもない額になったんだ。だから生命保険で返済するしかないんだよ。水木って誰だ。マックスボンバーって店のナンバーワンキャバ嬢、水木ちゃんだ。マックスボンバー、ハルカ知ってるか。聞いたことない。スタイルは抜群で性格のいい、それでいて親思いの心優しい子なんだ。あの子のためだったら俺は何だってできる。そいつには連絡したのか。水木ちゃん、今親父が心臓病で入院してるんだ。仕事が終わると病院に直行して毎日看病してる。だからお店以外では連絡しないって約束なんだ。どれだけ貢いだんだ。カバンや洋服、宝石、あの子が欲しいと思ったものは全てだ。プレゼントしたのは全部大切に家に飾るって。分かっただろう、水木ちゃんの素晴らしさを。もうこれ以上は時間の無駄だ。飛び降りるぞ。おい、ちょっと待て。秋元くん。瑞希ちゃん来てくれたんだ。ごめんね瑞希ちゃん、借金返せなくなってさ。瑞希ちゃんに迷惑かけたくないと思って。私を置いて死んじゃうの。秋元くんは私にとって命よりも大切な人なのよ。忘れたの。瑞希ちゃん、だから死ぬなんて言わないで。そんなクリスマス迎えたくないよ。瑞希ちゃん、俺間違ってたよ。秋元くん、分かってくれてありがとう。瑞希ちゃん素敵だよ。私プレゼントは限定のダイヤモンドリングが欲しいな。わかった、今から買いに行こう。じゃあプレゼント買った後同伴してくれる？うん、もちろんだよ。どうやら人違いだったようだな。あるか、行くぞ。うん。行こう。桃源郷に行くだけなのに大変なんだね。この町はややこしい事情が絡み合ってるからな。しかし桃源郷とはよく名付けたもんだ。どういうこと？桃源郷っていうのは、おい待てよ、簡単ぶっ殺すぞ。ら、いや、
なに強いなんて。早いよ。おお、とりあえず財布出そうか。後悔するなよ。これがバカでした。すいません。おお。おっと。